どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の9月28日、水曜日でございます。はい、現在の時刻は朝の7時4分です。はい、今日はですね、まあ比較的天気はいいくないですね良くないですね。はい、まあ曇ってますね。うん、朝外出てみたらなんか雨が降った形跡があったので、もしかしたら夜中に雨降ったりしてたのかもしれませんね。うん、なんかこうちょっとね、地面が濡れてるというか、なんかジメッとしたような感じはありましたね。うん、ただまあそんなに気温が高くないので、うん、まあ熱帯みたいなこうジメジメしたような感じはね、まあそこまではないですけど、うん、なんか雨降ったんかなみたいな。うん、まあね、昨日も言いましたけど、なんか西日本のエリアではなんか結構雨降ってる地域もあるとかないとかで、うん、ね、まあその雨雲がやってきたのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、まあそんな感じで今日は天気がなんか雨降ったり曇ったりっていう状態です。はい。で、今日の本題に入る前にですね、ちょっと朝のね、軽くニュースをね、見て、まあ思ったことがあったので、ちょっとそのことを先に話してからね、本題に入りたいと思います。はい。昨日ね、うん、喋りは忘れてたわけじゃないんだけど、まあ、特に何にも触れなかったんですけど、まあ世間のね、まあ、一番の話題といえば、やはり安倍元首相の、まあ、国葬なんじゃないかなと思いますが、はい、皆さん見ました？昨日のね、午後だったかなに行われてたらしいんですけど、私はね、まあ、午前中は全然気づかなくて、はい、母親がね、そのテレビを見てて、なんか安倍首相の国葬をやってるよって言って、うん、それでまあ教えてもらったというか、うん、まあ、気づいて、あ、やってるんだっていうだけですね。実際にテレビで見たりとかはしてないかな。うん、なんか今日もね、朝のニュースで少し取り上げられたりしてましたけど、はい、まあ安倍元首相の国葬がまあ昨日の午後に行われていたらしいです。はいね、まあそれに関しては、まあ、私は賛成とか反対とかは特にここで言うつもりはないんですけど、何人ぐらいだったっけな、やっぱ4000人ぐらいの人だったかな、ん、何人、ん、数万人って言ったかな、ちょっと忘れたな、がなんか参列して献花台っていうのかな、うん、に、まあ、花を添えたりとかしてたらしいんですけど、まあその反対、その逆もしかりて、国葬反対のデモ隊っていうのかな、うん、の活動も結構ね、あったらしくて、まあ、その警察なのかな、その警備の人たちと、なんかもうもみくちゃになってるシーンなんかも、ね、朝のニュースでなんか取り上げられてましたけど、ね、まあ、いろいろね、国葬については、やるべきじゃないとか、ね、まあ別にやってもいいんじゃないっていう意見が、まあいろいろ入り乱れてる状況ではあったけど、まあ無事なんとか終わったっていうことなんでしょうか。はい。ねえ。まあ、結局行われちゃったけど、まあデモ隊のその反対運動とかどうなるんだかなっていう感じはしますけどね。はい。まあ私はそうだね。それこそつい先日さ、これも全然ちゃんと見たわけじゃないんだけど、イギリスだっけ、イギリスの、エリザベス女王の国葬があったじゃないですか。ね。なんか、まあ、他国ではあるとはいえ、ね、外国のその国の女王様、エリザベス女王様だよね。女王様が、まあ、亡くなって国葬を行ったというのは、まあ、わかるんですけど、うん。まあ、女王様ですから、まあ、なんかね、まあ、アニメ好き、ゲーム好きの私としても、国のね、トップが、まあ、亡くなったということなんで、まあ、それは国葬だろうなっていうのは、まあ、わかるんですけど、まあ、エリザベス女王の国葬があって、まだだって、ん？ 1 週間、2週間？ 2 週間も経ってないか、1週間ちょいぐらいじゃない？ついこの間だよね、多分ね、国葬あったの。ね。で、すぐね、また、日本で
安倍元首相の国葬っていうことだったから、なんかなんだろう、安倍元首相ってまあエリザベス女王と同格なのかな、ちょっとそういう疑問はまあ抱いたかなっていう、うん、なんかまあ日本で言ったらエリザベス女王と同格になるんじゃないかなって言ったら、やっぱ天皇陛下とかに当たるのかなとは思うんだけどね、まあ、天皇陛下がね、もしそういう状況になったら、まあ、国葬はあり得るのかなとは、あり得るというか、もう絶対やるんだろうけど、うん、と思うんだけど、安倍元首相において国葬までやる必要はあるのかなっていう疑問はちょっとあったよね。うん。まあ、反対とかってまではいかないけど、別に。なんかその、やっぱ、その、エリザベス女王のね、国葬があってすぐにさ、その、国葬があったわけだから、余計になんかね、特にそういうのがなくて安倍元首相の国葬だけがあったっていうんであれば、なんかあまり比べようもなかったと思うんだけど、直前にねエリザベス女王の国葬があったもんだから、余計になんか私としてはエリザベス女王と同格だから同格なのかみたいな、そういうねなんか単純な疑問をちょっと抱いたりはしましたね。はい、まあ、皆さんもね、あのいろいろなんか反対だとか賛成だとか、まあ、いろいろ意見はあったのかもしれませんけどね、はい、まあ、とりあえず昨日ね、まあ、一段落したっていうことなんじゃないかなと思っております。はい、というのが、まずね今日の、まあ、朝一つ気になったニュースでございました。はい、でもう一つがね、まあ、全然大したニュースじゃないんだけど、ニュースっていうか、個人的にパッて見たときに、え、そうなのって思ったのがあって、俳優だってるかな、俳優のさ、横浜流星さん、いるじゃないですか。横浜流星さん。ね、イケメンのね、かっこいい人、いると思うんですけど、あの人が、なんだっけな、今日の朝のニュースで、今度、映画かな、ドラマかわかんないんだけど、水墨画を描く人の役をやるっていう、まあ、ニュースっていうかね、が朝やってて、うん、まあ、それに関しては別に全然私も知らないからへえぐらいだったんだけど、横浜流星さんの年齢がね、出てて26歳らしいんだよね。私全然知らなかったんだけど、横浜流星さんって26歳らしいんですよ。26、まあ、今年で27とかっていう可能性もあるかもしれないけど、まあ、26歳らしくて、私今年29になるんですよね。うん。って考えると、私より3つ、2つぐらい年下だったんだっていう風にちょっと驚きをね、隠してなかったね。うん。まあ、かっこいい、まあ、なんていうのかな、かっこいいのもあるんだけど、すごくやっぱ大人っぽく見えるんですよ。なんかね、まあ、役柄というか、もうね、そういう、ね、業界でもめちゃくちゃ活躍されてる方ですから、まあ、大人っぽくもなるのかなっていうのもあると思うんですけど、なんか、かっこよくて、なんか大人っぽいというか、まあ、大人なんだけど、26はもう十分ね、大人なんだけど、なんか、いいなって。ね。いいなって、あんなにかっこよかったらいいなってちょっとね、まあ、羨ましく思ったというか、うん、いうことでした。はい、ただそれだけ。本当に横浜流星さんって26歳なんだ、こんなにかっこよくて大人の男の雰囲気もあっていいなっていう風に感じた今日の朝でございました。はい、ちょっとね、まあ、国葬の話とはもう全然比べようもないんでね、まあ、気づきというか感想だったんですけど、はい、ということで今日の朝私が感じた朝のニュース2つ、国葬と横浜流星さんの26歳というねお話でした。はい、ちょっとどうでもよかったかな。はい、よっしゃ、じゃあこっからは今回の本題に入りたいと思います。はい、でまあタイトルにもあると思うんですが、今回はですね、英雄伝説黒の軌跡にちなんで、まあ、ちなんでというか、黒の軌跡と、今度っていつだ？ちょっと待ってね。いつだったっけな？特に放送日とかはまだ決まってないんだっけな？
放送日って言ってる時点でもしかしたらね、あの話すんのかってわかると思うんだけど、あ、そうだね、2023年放送開始予定の、英雄伝説千の奇跡ノーザンウォー、まあ、アニメですね。うん。千の奇跡のアニメが今度、まあ、来年入るんですよ。その話をね、ちょっとしてみようかなと思います。はい。ですね、まず、なんでその話をするに至ったかというと、まあ、今週、まあ、先週あたりからずっと言ってるんですけど、9月29日、まあ、明日ですね、明日、木曜日に、ついに、英雄伝説、クロンの奇跡2、クリムゾンシンが発売されます、ということですよ。うん。まあ、実はね、ぶっちゃけ言うとまだ買ってないんですけど、今日必ず買わなきゃいけないなと思ってて、うん。確か予約特典とかもね、あるので、まあ、ギリ、めちゃくちゃギリギリの予約になるんだけど、私はね、ダウンロード版を購入予定なんで、まあ、今でも全然間に合うかなというところです。はい。で、ダウンロード版の場合は、29日になった直後、まあ、だから今日の夜中ですよね、夜の0時になると、もうすぐ遊べるようになりますので、まあ、やろうと思えばね、今日の夜、0時過ぎてからゲーム実況とかも、まあ、できないことはないんだけど、まあ、私は明日もね仕事がねあったりするので、まあ、ちょっとゲーム実況は明日はしませんが、はい、まあ、今日の夜0時にクロノ奇跡2クリムゾンシンが発売されますと、はい、いうことです。で、まあ、その話とかは、まあ、話というかね、まあ、ゲーム実況する予定なんで、まあ、わざわざここでなんかいろいろ喋る必要もないし、まあ、何回かクドラジでね、取り上げてはいるんだけど、うん。まあ、ね、結構最新情報もいろいろ公開されたり、公式の YouTube の方で、まあ、前作の黒の奇跡のストーリーダイジェスト動画とか、あとはその物語の、ね、根幹に関わるような、黒の奇跡2のとある人形の物語、リコレクションとかね、うん。とか、まあ、公開されたりとかさ、まあ、キャラクター情報とかもいっぱいね出てるんで、まあ、喋りたいっちゃ喋りたいんだけど、マジで喋ってるとキリがないので、本当に。ね、うん、まあ、考察っていうのかな。うん、これってこうなんじゃないみたいな、ね、話前したんだけど、まあ、本当にキリがないので、まあ、もう本当に今日の夜ね、発売されて、明後日かな。さて金曜日だよね。うん。金曜日に、まあ、ゲーム実況やる予定なんで、もうプレッシャー等が早いかなということでね。まあ、あまりね、クロノ奇跡2のクリムゾンシーンについては、ポッドキャストの方では、まあ、触れずにというか、まあ、全部プレイしての感想とかはもしかしたらやるかもしれないけど、うん。ただ、いつクリアできるかは謎です。うん。前作で125時間ぐらいプレイして、やって一周クリアしているんですけど、私。まあ、今回は実況ってのもあるし、あと、なんかだいぶね、ボリュームも、まあ、ミニゲーム的なボリュームのことを言ってるのか、そのストーリー的なボリュームのことを言ってるのかは分かりませんが、まあ、全体的にボリュームもアップしてるらしいので、それを考えると、まあ、一体どれぐらいの、ね、期間かけて私はこれを実況しなきゃいけないのかね、全然想像できないんで、はい。まあ、ゆっくりね、私のペースで黒の奇跡2をね、楽しんで実況していきたいなと思ってます。はい。んで、まあ、それだと、まあ、今回ね、話すことなくなっちゃうなと思ってたんですけど、ついこの間かな、これ何の時に発表されたんだっけな、PV がね、そう、テレビアニメ、ザ・レジェンド・オブ・ヒーローズ、千の奇跡、ノーザン・ウォーの第一弾 PV とビジュアルが、まあ、結構最近解禁されたんですよ。うん。まあ、公式サイトもね、あるんで、ま、ぜひね、こう概要欄にリンク貼っておくんで見てほしいんですけど、はい。千の奇跡のアニメです。はい。まあ、情報自体はね、まあ、アニメやるって話は聞いてたんで、うん。まあ、いつかなとか、どんなキャラクターが出るんだろうなとか、どんな作品になるのかなっていうね、話はしたことあるんだけど、実際にまあキャラクターの情報とか、キャスト陣とか、ね、実際のアニメーションの、まあ、PV なんで、まあ、見たりとかね、したんで、その話をちょっとね、今回はしていこうかなと思います。はい。そう、本当に奇跡シリーズね、私大好きで、まあ大好きと言っても、
実は前作全てをプレイしてるわけではなくてですね、私。奇跡シリーズって、まあ、空の奇跡から始まるんですけど、空の奇跡が3部作、FC、ファーストチャプター、で、SC、セカンドチャプター、で、サードっていう風に3部作になってて、その次に、ゼロの奇跡ですね。で、青の奇跡。そして、まあ、今回のアニメの、千の奇跡になります。千の奇跡は4部作になるんでね。ワン、ツー、スリー、フォーとなっていて、で、それが終わってから始まりの奇跡か。があって、そして黒の奇跡。去年出たやつですね。はい。で、明日発売の黒の奇跡2っていうのが最新作になります。はい。で、私はですね、一番最初に触れた奇跡シリーズっていうのがゼロの奇跡なんですよね。はい。ゼロと青は、まあ、一括りと。名前がの、なんつうの、ゼロの奇跡1、2っていうわけじゃなくて、ゼロと青ってなってるんですけど、それはまあ一括りになってます。はい。で、私はゼロ、エイデンテゼロの奇跡から、奇跡シリーズに触れたプレイヤーで、空の奇跡はね、昔ゲーム実況動画を見たことがあって、それでね、なんとなく内容は知っているぐらいの感じです。はい。なので自分でね、ちゃんとプレイしたわけではないので、ちょっとその辺のね、理解が結構浅いっちゃ浅いんですよね、空の奇跡に関しては。まあ、空の奇跡もね、結構名作と名高いですから、ね、まあ、自分で遊んだ方がいいかなとは思ったりするんですけど、実はね、空の奇跡に関しては、実は、あまり、深くは知らないという状況ではあるんだけど、ただまあ、ゼロの奇跡からは、もう本当に全部自分でプレイしていますので、ゼロの奇跡はね、PSP だったかな、確か。PSP で、遊んで、で、青も PSP だったな。で、千の奇跡1、2は確かプレステ3だった気がする。で、千、3、4はプレステ4かな。以降は全部プレステ4ですね。始まりもそうだし、黒の奇跡。で、明日発売の黒の奇跡2もですね、プレステ5版あるんですけど、いつも言ってるように私プレステ5を持ってないので、まあ普通にプレステ4版でプレイしていきます。はい。っていう感じですね。懐かしいね、そう考えると。そういえばなんか朝起きたら、ゼロの奇跡のプレステ4版が、なんか出るとかっていう PV も出てましたね。はい。まあ、今回紹介するね、その、ノーザンウォーについては、まあ、空、ゼロ煽ってきて、その次の千の奇跡の、まあ、アニメということになります。はい。で、もっと具体的なことを言うとね、おそらくですけど、前も言ったかな、千の奇跡の1と2、じゃあ、ワン、ツーってあって、スリー、フォーってあるんですけど、ワン、ツーとスリー、フォーの間にちょっと空白があるんですよね。実は。これ物語知ってる人ならわかると思うんですけど、何年ぐらいなんだろう、あれ。1年ちょっとぐらいなのかな、確か。その、作中のその時系列的にね、1年ぐらい確かね、間があるんじゃなかったかな。ワン、ツーとスリー、フォーはもうそれぞれほぼね、なんつうの。ワンが終わった後すぐツーの時系列っていう感じだし、もうスリーが終わった後すぐフォーの時系列っていう感じなんだけど、そのツーとスリーの間にはちょっとね、間があるんですよね。はい。まあ、そこの部分をこう描いた、まあ、アニメなんじゃないかなと思っております。で、しかも、登場するキャラクターがですね、もう完全に、まあ、アニメオリジナルということで、まあ、もしかしたらゲーム内に登場したキャラクターなんかも出てくるんじゃないかなっていう、ちょっとね、まあ、淡い期待を描いて、淡い期待を抱いてはいますけど、多分基本的には多分その、アニメの中で登場するキャラクターたちが、ね、まあ、いろいろ活躍していくっていう感じになるんじゃないかなと思います。はい。まあ、せっかくね、ちょっと今公式サイト見てるんで、じゃあ、ちょっと、まあ、まだね、そんなに情報も出てないので、まだね、第一弾 PV、ビジュアル解禁の情報と、メインキャストの情報が解禁されたよっていうぐらいしか出てないんで、まあ、そんなにね、
お伝えできることもないんですけど、ちょっとね、じゃあ、ストーリーから見ていきましょうか。はい。ストーリーですね。七曜暦1205年。まあ、これ分からない人に言っとくと、七曜暦っていうのは、まあ、その奇跡シリーズの中で、もう投資っていうか、まあ、ソロンの奇跡も、ゼロも青も、千も、始まりも、黒の奇跡も、まあ、同じ、その、舞台っていうか、世界観の中で、繰り広げられる物語なんですけど、その中である、なんていうのかな、暦ですね。暦。はい。まあ、リアル世界で言うと、まあ、西暦と同じですね。はい。その奇跡シリーズの中では、まあ、七曜暦っていう暦があって、その1205年ってことですね。うん。はい。で、七曜暦1205年。ゼムリア大陸北西部に位置する最も貧しい地域であり、あるノーザンブリア自治州で生まれ、ごめんなさい、なんかカミカミだな。自治州で生まれ育った少女ラビー。これ主人公なのかな？うん。彼女は故郷を守るため、そしてかつて英雄としてあがめられながら、ノーザンブリアを裏切った祖父、ブラドと自身は違うのだと証明するため、大陸最大の傭兵団として名高い北の傭兵に志願し任務を遂行していた。任務に没頭するあまり、規律違反を繰り返すラビーは、ある時、マーティーかな、イセリア、タリオンと招待を組まされ、無謀ともいえるエレボニア帝国への内定任務を命じられる。ノーザンブリアを脅かす未知の存在、帝国の英雄の情報をつかむためにというふうになっております。はい、これがストーリーですね。まあ、本当にね、どうなんだろうな、奇跡シリーズを全く知らない人がいきなり見て楽しめるものなのかというと、ちょっと違う気もするけど、うん、まあでも結構なんか、なんか YouTube のその第一弾 PV のコメントとか見てると、その奇跡シリーズ今までプレイしてこなかった人向けにそのオリジナルのキャラクターだったりとかを使っていて、その奇跡シリーズのファンを増やす、まあ足がかりには結構なるんじゃないかなみたいなことを言ってる人はいましたね。うん。でも確かになーっていうふうに思いました。うん。さっき言ったその七曜暦とか、まあさっきね、ゼムリア大陸とか、ノーザンブリア自治州とかね、いきなり出てきて、なんのこっちゃって思われたかもしれないけど、まあ多分その辺は軽く説明はあるんじゃないかなとは、ね、思いますけどね。うん。ゲームをシリーズをプレイしてる私はまあ、あ、はいはいはいっていうね、スッと入ってくるんだけど、うん。ね。ノーザンブリアを裏切った祖父、主人公、これ女の子だったかな確かね、主人公。うん。で、そのおじいさんが英雄として崇められていたけど、その、ノーザンブリアを裏切ったと。うん。でも自分はそんな祖父とは違うんだっていうことを証明するために、はい。まあ、傭兵団に志願して、そこで活動していたと。うん。奇跡シリーズにはね、まあ、傭兵団っていう存在がいまして、まあ、お金をもらえば、お金さえ払えば、まあ、どんな仕事でもすると、まあ、殺しとかでもね、やるっていう、まあ、傭兵団っていう存在があるんですけど、まあ、その中でも、まあ、優秀な傭兵団、北の傭兵っていうのが出てきて、それに、まあ、所属しているということですね。うん。まあ、奇跡シリーズの中で言うと、北の傭兵団に入ってたのは、サラ・バレンスタインかな?うん、サラですね。サラ教官が、北の傭兵出身ですね。うん。あとは、あれ、サラのお父さんというか育ての親がいるんですけど、そう、作中で出てくるんだよな。あれ、あの人も北の傭兵の何かだったかな？関係あんのかな？そう、だからね、このアニメの中でそういうね、まあ、さっきで言うと、まあ、ラビーのおじいさんとか、ブラとか、っていう人が出てきたりするんだけど、そのサラとか、そのゲーム内で出てきたキャラクターとどういう関係なのかみたいな部分もかなり気になるよね。うん。そういえば黒の奇跡のさ、黒の奇跡の敵、
まあ、アルマータっていうね、これマフィアが出てくるんだけど、マフィアのその幹部の中に、なんだっけな、名前。アレクサンドルだったかなみたいな名前の男がね、出てくるんですけど、その人も確かノーザンブリアに関連する、関係する人だった気がするんだよな。なんか、主が、なんだっけな、めちゃくちゃクソ野郎で、みたいな。あれ、もしかしてその人、ブラドのことなのかな？確かね、なんか、主が、そのアレクサンドルっていう男の、主、その仕えているその主が、なんか言ってたんだよな。めちゃくちゃクソ野郎で、みたいな。うん。あの、なんかその、ノーザンブリアを自分のものにせんがために、なんか民間人に手を出すみたいな、そんなようなことを言ってた気がするんだよな、確か。違ったかな？うん。だからほんとね、あの、千の奇跡の中で、他のシリーズでも出てきたかな？ちょっとあんまり覚えてないんだけど、千の奇跡の中では結構ね、北の両辺に関する話が結構出てくるんですよ。まあ、それこそね、サラ教官が、ね、そこの出身っていうのもあって、うん。結構ね、いろいろ出てくるんで、はい。まあだからその辺の話理解しておくとより分かりやすいのかなと思うけど、ね。まあアニメ放送23年だから、まあ今から千の奇跡を全部プレイすれば間に合うのかな。うん。まあでもなんかある程度分かりやすいには作られてるんじゃないかなとはね、思いますけどね。で、まあエレボニア帝国っていう名前も出てきましたけど、うん。あの、まあ、エレボニア帝国はね、まあ、千の奇跡の舞台ですね。うん。ゼムリア大陸っていうその大陸のにある国の一つ。めっちゃでかい国が二つあるんですね。一つがエレボニア帝国。そしてもう一つが、まあ、黒の奇跡の舞台にもなってる、カルバード共和国ですね。この二つの、まあ、二大大国が、ま、なんかいろいろね、争いをしたりするんですよね。うん。で、それにこう、その間にある自治州でいろいろ問題が起きて、あの、ゲームで描かれたのが、ゼロの奇跡、青の奇跡なんですよね。はい。うん。で、まあ主人公たちは、まあなんかその、招待を組まされて、エルボニア帝国への内定任務を命じられると。うん。で、その理由は、ノーザンブリアを脅かす未知の存在、帝国の英雄の情報をつかむためにと。いうことで、まあ、これはちょっとネタバレになるから、まあ、あんまり深くは言えないんですけど、まあ、2の最後をクリアした人はわかるかな、とは思いますね。はい。ちょっとあえて名前を伏せとくか。言ってもいいかなとも思ったけど、うん、言ってもいいかなとも思ったけど、うん。まあ、あえてね、一応伏せておきましょうか。うん。だから本当に2と3の間なんだなっていうのが、ここでわかるかなっていう気はしますね。はい。っていう感じです。じゃあちょっとキャラクターも見ていきましょうか。うん。今どんぐらい喋ってる？まだ30分ぐらいか。もうちょっとでいけるかな。あ、今んところ4人ぐらいしか出てませんね。キャラクターね。はい。ノーザンブリア自治州。ラビアン・ウィンスレット。だからラビーか。ラビアン・ウィンスレット。CV はね、これ、なんて言うんだろう。小市誠さんかな。小市誠さん。初めて聞く名前の方ですね。他に何か出てるのかな？ちょっと調べていい？声優として、でも結構前の作、前から出てますね。2016年ぐらいから出てるんだね。最近の作品で何か出てるかな？あ、リコリコとかも出てますね。乙女ちゃん。乙女ちゃんって誰だっけ？なんか聞いたことあるぞ。あ、転生賢者の異世界ライフとかも出てますね。リーさん。あ、くのいちつばきも青木役で出てます。結構いろいろ出てますね。なるほど。もしかしたら今回のその千の奇跡の、ね、このノーザンウォーで、主人公小市誠さんのなんか声をなんか覚えられそうな気がしてます。結構なんかさ、私、声優さんのその声とか名前って、主人公、後継のキャラをやってたりすると、あ、この人、この前このアニメの主人公の声やってたよなっていう感じでね、覚えやすいんだけど、うん。覚えられるかな？
はい、まあ、小市誠さんが主人公ラビオン・ウィンスレットの声をやっているということですね。ノーザンブリアの英雄の孫、他人を当てにせず単独行動を取る唯我独尊タイプ。ほう、見た目はそこまでなんか、まあ、なんだろう、金髪っていうのかな、ブロンドっていうのか、うん、ね、なんか感じで可愛らしい顔してますけど、意外と唯我独尊タイプなんですね。あまり自分を語らず他人にもあまり興味がない。へえ。北の良平入団後、戦闘能力の素質が開花した。類いまれなる身体的戦闘能力を持ち、大抵のことは一度見聞きすれば習得することができる。へえ、すごいね。自分の信念のためなら多少の任務違反は厭わない。あー、なんか主人公っぽいっすね。なんかね、主人公っぽいね。でも今までのそのゲームの方の奇跡シリーズの主人公にはいないタイプだよね、やっぱね。うん、まあ今までの奇跡シリーズの主人公って、まあ、正義の味方とかっていうタイプが多かったから、まあ、クロンの奇跡はねちょっと違うんだけど、正義の味方とはちょっと違うんだけど、まあ、それでもなんか、なんだろう、そのルールを破って唯我独尊タイプっていう感じではなかったかな。意外と周りも見ていてみたいな、うん、優しくてみたいな、でも正義ではなかったりとか、正義だったりとかみたいなキャラクターが多かったんだけど、まあアニメだったりするのもあんのかな。うん、まあ両兵団に所属してる人間ですからね、まあ意外とこういうタイプの人間も多いのかなっていう気はしますけど、はい、っていうのが、まあ、主人公ラビアン・ウィンスレットちゃんでした。はい、じゃあ続いて2人目、マーティン・エス・ロビンソン。CV はね、中村雄一さんですね。はい、北野良平の古参兵。え、これなんて読むんだ、中、ん、これなんて読むんだろう、ちょっと待って、なんか調べていい、ヒル・アンドンか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほど、これヒル・アンドンって読むのね。ヒル・アンドンって何、そもそも待って、ヒル・アンドン、間の抜けたぼんやりとした人をあざけっていう言葉。へぇ、なるほど。まぁ、あ、ちょっとけだるそうな感じの雰囲気はありますよね。うん、ヒル・アンドンの立ち居振る舞いで見た目は頼りなさそう。ラビーたち内定メンバー内の取りまとめ役だが、責任を取る立場の人の上に、ん、責任を取る立場や人の上に立つ立場にはなりたくないと考えている。あの出世とかはしたくないタイプね。はい、その一方で自身の生い立ちから弱者に共感する思いも強く、おお、強者からの不合理な抑圧を嫌う。なるほどね。意外と面倒見のいいところもあるのかな。状況察知能力に長け、人のフォローにもあることが多い。子供に好かれる。あー、なんかわかるかもしれない。そんな雰囲気ありますね。うん、気だるいんだけど、なんか若干黒の奇跡のなんかバン・アークライド味というか、まあそんなにかっこよくはないけど、そこまでのかっこよさはないんだけど、なんかちょっと気だるい感じというかね、あんまりめんどくさいことはやりたくねえなみたいな。でも弱い人の弱者にはすごいなんか優しくて、うん、ね、状況察知能力に長けてる、人のフォローもあることが多いって言ってるから、なんかそういう面で言うと、あと子供に好かれるっていう面でもね、なんかバン君にちょっと似てるのかなっていう気はしますね。はい、というわけでマーティン・ S ・ロビンソンでした。はい、続いて、イセリア・フロスト。ブリードカットセーラーエミさんが CV を担当しているということです。はい、2人目の女性キャラクターですね。何でも楽しまないともったいないと思う性格を、一見してノリが軽く良平らしくない振る舞いだが、実は内定メンバーの中では一番まともそうなんだ一番まともなんだね。はい、ノーザンブリアの行く末を密かに案じていることも、銃を扱うことに精通し、スナイパーとしての能力に長けていると。ほう、なるほどね。スナイパーなんだね。確かになんか、ね、ノリ軽そう、軽そうっていうか、まあ、うん、なんかちょっと、優しいお姉さんみたいな、うん、雰囲気はありますけど、うん、ノリは軽いけど、一番まともなんだね。了解。スナイパー。はい。
イセリア・フロストちゃんでした。はい。じゃあ最後、4人目、タリオン・ドレイク。CV は小野祐樹さんですね。任務に忠実な人物。お、一番真面目そうだけどな。生真面目でまっすぐな性格。でしょ？現状の北野良平やノーザンブリアへの思いによどみがない。ほう。めちゃくちゃ故郷のことを思ってるってことなのね。温厚で他人に気を使う面もあり、その分つけ込まれてしまうことも。ああ、なるほど。なんか優しすぎるってことなのかな。人を信頼しすぎてしまうというか、すぐに信用しちゃうみたいな部分があるのかな。屈強な肉体を用いた近接肉弾戦を得意とする。おお、なんかこれを聞くと、それこそさっき言った黒の奇跡で出てきたね、アレクサンドルだ、見た、だったかな。とかも、なんか軍隊格闘術みたいな。まあ、あれはでも軍隊の格闘術か。軍隊出身って言ったかな、アレクサンドルは。確か。まあ、とにかくタリオン・ドレイクは、優しい。ただ優しすぎて、つけ込まれてしまう部分もあるけど、まあ、肉弾戦、近接肉弾戦が強いと。なるほどね。一番まともってさっきさ、イセリア・フロスト言ってましたけど、タリオンも真面目だったらまともなんじゃないのかな。まともと真面目はまた違うんかな。真面目すぎるがゆえに何かみたいな感じなんかな。はい。というわけで、ノーザンブリア自治州に所属する北野良平、北野良平に所属する4人。ラビアン・ウィンスレット、マーティン・S・ロビンソン。S? ちょっと待ってよ。これ関係あんのかな？いや、関係ないか。あの、ミドルネームだもんな。千の奇跡にはですね、一応私の知ってる限りだと、まあ、もう一人二人というか、ミドルネームに S がつく人がね、いるんですよね。関係ないよな。ね、特にファーストネームもラストネームも関係、同じじゃないから、関係ないとは思うけどね。ミドルネームが同じだからちょっと、うんって思ったけどね。はい、マーティン・S・ロビンソン、イセリア・フロスト、タリオン・ドレイク。の4人をちょっと紹介してみました。はい。まあ、今後ね、あの、キャラクター他にも、追加されていくとは思うんですけど、とりあえず今回はこの4人で、はい。紹介しました。他スタッフ、キャストとかは、まあ、まあ、原作は日本ハルコムさん、監督は佐藤栄一さん。アニメーション制作がタツノコプロさんなんでね、そこはちょっとすげえなと思ったけど。あ、で、スタッフ、あ、キャスト陣のね、これコメントかな。ちょっとコメント読んでみていい？最後ね、これ。大丈夫だね。まだ時間大丈夫だね。はい。小市誠さん、ラビアン・ウィンスレット役ね。奇跡シリーズという長く続く歴史の一つに携われてとても嬉しく思います。今回、ノーザンブリア視点のお話ということで、ノーザンブリアから見た帝国はどう見えているのか、原作を好きな方にはぜひ見ていただきたいですし、原作未プレイの方にも楽しんでいただけるストーリーなので、この世界のことを知るきっかけになってくれたらなと思います。英雄の孫であるラビーがこの物語でどう生きていくのか、成長していくのか楽しみにしていただけると嬉しいですと。だからやっぱ原作未プレイの人でも楽しめるってことなんだろうね。そこはすごくありがたいんじゃないかなと思います。なんか原作プレイしてないと楽しめないっていうんだと、結局なんかね、奇跡ファンの中で内輪で楽しんでるだけみたいになっちゃうから、ね、奇跡ファンが増えてくれるのは嬉しいですね。はい。テレビシリーズからの登場となるキャラクター、マーティンを演じます中村です。あ、中村ゆりさんね。はい。ゲームには未登場ですが、ゲーム内のある時間軸を舞台にしているので、原作キャラクターとの絡みが予想されます。ほう。アニメからご覧になる方、そしてゲームをプレイし続けている方、皆様に楽しんでいただきたいです。ゲーム内の、そうだよね。だからさっき言った、千の奇跡の2と3の間なんですよ。で、3、プレイした人は分かると思うけど、3って、その空白の、まあ、1年ちょいぐらいの話がちょこちょこ出てくるんだけど、詳しくは語られてないんだよね。そう、詳しく語られてなくて、はい。なので、多分その辺のことを言ってんだと思うんだよね。だから原作キャラとの絡みがもしかしたらあるかもしれないと。はい。いいっすね。続いて、じゃあ、ブレードカットセーラーエミさんね。
イセリアフロスト役のグリッドカットセイラーエミです。ついに情報解禁となりました。歴史ある奇跡シリーズの一員となれることを本当に幸せに感じております。イセリアはとっても表情豊かで魅力的なキャラクターです。果たして他3人とどのように関わっていくのか放送をぜひお楽しみにということで。今後もね、情報いろいろ出てくるとは思うんだけど。はい。ね。まあ、さっきキャラクターのページ見たら、ノーザンブリア自治州っていうふうに、所属というか、まあ、国名が書いてあったんで、もしかしたら今後エレボニア帝国誰みたいな出てきそうじゃないね。エレボニア帝国のなんちゃらかなんとか軍所属なんちゃらかんちゃらみたいな、ゲーム原作のキャラが出るのがすごく気になるところではありますけどね。はい。じゃあ最後ね、タリオンドレイク役の小野ゆうきさんね。タリオンドレイク役で出演させていただきます小野ゆうきです。タリオンは正義感が強く自分なりの信念に沿って行動する男ですが、どこか憎めないところもあり、仲間内ではよくいじられ役になっていたりします。演じていてとても楽しかったのでどうぞお楽しみにと。やっぱいじられ役なんだね。真面目すぎるがゆえに。なるほど。誰にいじられるんだろうね。そんないじってくるようなキャラクターいるかな。てかラビアン自体はそれこそなんか人に興味ないって言ってたから、あんまり人をいじったりするようなタイプには見えないんだけど、まあだからそう考えるとイセリアかマーティンかな。マーティンでもあんまりなんか人をいじるタイプには見えないから、ノリが軽いって言ってたし、イセリアにからかわれるんじゃないかなとね、ちょっと思ったりしますけど。はい。というわけで、まあ今紹介できる部分は全部紹介できたかなと思います。はい。まあ、ストーリーね、キャラクターとか、まあ、その他、なんかゲームのお話とかね。はい。まあ、公式サイトとかね、実際に見て、まあ、PV とかでもいいですけど、見てね、なんかどんなアニメなのかなっていうのは見てもらいたいなと思いますね。はい。というわけで、とりあえず、今回のお話は以上にしようかなと思います。はい。まあ、今回はね、千の奇跡、ノーザンウォー、テレビアニメですね。2023年公開というか放送開始の、テレビアニメ、千の奇跡、ノーザンウォーについてお話ししてみました。はい。いや、でも本当にね、めっちゃ楽しみです。千の奇跡シリーズとか、まあ、千の奇跡だけじゃなく、奇跡シリーズってめちゃくちゃやっぱストーリーが面白いので、だからまあ、ね、全編アニメにするのは、まあ無理だとは思うんだけど、そのストーリーがボリューミーすぎて、アニメで全て描ききるのってかなり厳しいなとは思ってたんですけど、まあそのゲーム内ではあまり明らかになってなかった、ね、空白の部分が、まあアニメ化されるということで、あ、こういうアニメ化の仕方もあるんだっていうね、気がしてて、すごく楽しみです。はい。だから、ゲーム未プレイの方もそうだけど、ゲームプレイしてる方もね、なんだろう。ゲームを全部アニメ化してると、まあ、結局ゲームプレイしてた方がいいんじゃない、アニメ見なくてもいいんじゃないってなる可能性あるんだけど、まあ、今回のアニメに関しては、ゲームプレイヤー、ゲームを普通にプレイしてる人も、ね、なんていうの？新鮮な感じで楽しめるんじゃないかなと思っております。はい。非常に楽しみですね。はい。というわけで、まあね、今日の夜0時から、はい、黒の奇跡2クリムゾンシンが、まあ、発売となりますので、まあこれ聞いてね、まあ、もしかしたらもう買ってすぐプレイする方もいるかと思うんですけど、私はですね、仕事がありますので、まあプレイするのは明後日ということになりますが、はい。まあ、Twitch とかね、YouTube とかの方でも配信していくつもりなんで、よければ、はい、見てもらえるといいかなと思います。はい。というわけで、まあ、長々とお話ししてしまいましたが、今回はここまで。はい。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。